んにちは。セーラーチビムーン役の郡司彩乃です。今日はミュージカル美少女戦士セーラームーンを見に来てくれてありがとうございます。ただいまよりかぐや島伝説改訂版夏休み宝石探検隊を上映いたします。携帯電話、ポケットベル、ワンダースワンの電源は切りましたか？公演中、音が鳴らないようにもう一度確認してくださいね。ウサギたちは宝石を探しに行くみたいだけど大丈夫かな？ちょっぴり心配です。それでは間もなく開演です。最後までゆっくりと楽しんでね。漆黒の闇の中に浮かぶ星々、星雲、星団、銀河。遠い昔から人間は夜空の星を友として暮らしてきた。嬉しい時、悲しい時、楽しい時、辛い時、どんな時でも星は人々の身近にあった。遠く遥か昔、太陽の彼方の暗黒の領域から一つの彗星が生まれました。その化身ダークプラズマンは、いつの頃からか自らが惑星となる野望を抱き、宇宙の誕生と再生を司る銀髄章を追い求めたのです。 BC3000年、その悪魔の彗星コアトルは突如この太陽系に現れたのです。彗星コアトルはいくつもの小惑星を破壊し、その魔の手を地球へと向けた。未曾有の天変地異に襲われた地球最大の帝国アルトカは、彗星との衝突を避けるためプリンセスムーンの力を借りて地球の軌道を変えることに成功した。地球の破壊は免れた。しかしその重力の変動で生じた大洪水により全人類の文明は滅びた。あれから5000年、暗黒の宇宙の彼方に消えていった彗星コアトルは沈黙を破り、再び地球を目指す軌道上にその不気味な姿を現していた。久しぶりだな、我が宝石の星たちよ。はい、綺麗やな、あの時と同じや。繰り返し宇宙を巡る彗星の悲しい定め、暗黒の空の果てにはもう二度と戻りたくない。
度こそ君臨してみせる。我が高なるこの胸の黒きプラズマで、あの輝く星たちを覆い尽くす。さあ、地球に転移する時が来たぞ。行け、レアルビー。かの島に小娘どもをおびき出せ。かしこまりました。どうぞお任せを。我らの戦いは、他の星も使用。破壊するためにはあらず。我らの目的は太陽系で永遠に栄える惑星になり変わること、それは地球にとって変わること。燃え騒ぐ恒星の光より熱き金水晶、なんとしてもこの手の中に。覚悟長き旅路の果てに、やっと巡り来たこの時。ここが麻布十番高校。誰が銀髄賞の持ち主か、うちが見極めたら。覚悟しときや。ルビーの赤は血よりも赤い。恨み重なる敵の急所を仕留めたら即地祭りにする。ルビーの赤はそう血よりも熱い。何も知らないあいつらまとめて騙して引っ掛けおびき寄せ罠にぶち込むなんて、このの旅行は社会勉強。でも米所って必要ないと思うよ。だって無人島でしょ。いい、あたしたちの行くかぐや島は新しく開発されたファッションリゾート地。白い砂浜、青い海、真っ赤に燃え落ちる大きな太陽。出会った二人は過激なシルエット。ペンキュン、エセヘエセヘ。何言わせるのよ。でもかぐや島ってどのガイドブックにも載ってない。予習しないの。恋に予習はいらない。そう、溺れちゃいけないだけ。何やってんだよ学校で。あ、マモちゃん。なんて格好してんだよ。はい、ポーズ。ショック。だって美奈子ちゃんが
がどんな格好してくるか見せ合おうっていうから。いいセンスね。わかる？わかりたくない？みんな待った？ホタルが待たせてごめんなさい。せつなさん、なんて言ったんだよ。プールで不景参観じゃないの？みなさん、あの方、旅行会社の人。どうも、コネトルツーリストの赤玉です。あ、間違った。まあ、ぎょうさんで世界不思議発見みたいな格好しちゃった。ツーリストさん当コネトルツーリスト創業20周年記念一大イベント企画、スーパーポジション月町デラックス影足島宝探し町の検査でやったら私なんだけど。はーい、あんさん、ほんまは稲葉の白うさぎ。月のうさぎです。アホや。え？あんさん、ほんまについたはる。先着10名様に限り無料招待。島で見つけたお宝はなんぼでもゲット。ゲット。なんと宝石取り放題、サンセットクルージング付きのオープションツアー、ザパーン、ザパパパーン。この10名様につきご案内。やったー。そうなの？ね、マモちゃん言った通りでしょ。さあ、全員明朝かぐや島宝探しツアーに出発。出発。できすぎだけど、まあいいか。水着にサングラス、スモーク、アイラン、マスク、旅と宝石、近さはいいじゃん。マルキリゾート、謎の無人島、ジュエリー、キラボシ、サンゴ礁、光り物、大好き。悲しな今の気の分かる。明朝7時。そう、ほんま。そんなに早く起きらんないよ。そりゃそうだ。実はわけがありますのや。わけ？お月さんが出たら船を島につけられまへんねん。潮の満ち引きと関係があるのかしら。稲葉の白ウサギや。どういう意味？てなわけで夕方までには何としても島につかんと飽きまへん。朝でも元気。さあ、はよ帰って荷造りしておやすみソウルじゃー。これ以上無理よ、待てないわ。来ないで。何やのあんたら。あんけったのやつやな、もう。同僚ちゃうわい。さ、はよ帰って荷造りしてお休みください。はい。ああ、皆さん、くれぐれも忘れ物はせんように。特に大事なもんはきちんと身につけて。はい。バナナはお菓子に入りませんよ。たこ焼きは？たこ焼きは魚。はーい。さよなら。あかん。アホすぎて誰が銀水晶の持ち主かわからへん。まあ、島に着いてからゆっくりとな。罠とも知らんと。ビルハたちも地球に転移する頃やな。とう見つけたぞ。確かにあいつはダークプラズマンの一味。とすると罠にはまったあの中にいる誰かが銀髄章の持ち主。銀髄章さえあれば復活できる。5000年待ったのはこの私、ルーフメロウも同じこと。どうやらやっできたようだ。海賊に身をやっつけ、
波をいい風に紛れて一度目張り込み続けた5000年この日のためにふく眠る仲間たちを目覚める時が来たもうすぐだ我が世を貪る地球人たちよ返してもらおうから約5海里9キロ沖合に沈む宮殿の上こそ我らがルーフトライアングルの要そこで奴らの船を沈める我らが襲えば銀髄章の持ち主も分かろうというもの5000年の日があった今こそチャンスチャンス我らにお任せを地中に眠る全人類のために必ず前方9260メートルで計算してたの分かっております。行くぞフォーメーション B わら B ってことは A もあんのかフォーメーション A よしよしよし GO じゃないだろうそれで9キロ進むのかだから B の方が同じだ、夏休みだっていうのに冗談じゃないよ。勉強ばっかじゃろくな大人になれないっちゅうの。親バカガメの背中に小バカガメ乗せて小バカガメの背中に孫バカガメ乗せて孫バカガメの背中に孫バカガメ乗せて親バカガメこけたらどうなんの怖がい我が輩我が輩ちゃんと言いなさいミラクルだまた途中で投げ出す勝手でしょあなたのクラスの子はみんな言えるのよ聞け今日の分の宿題は聞き
あなた昨日も早口塾休んだそうね。得意じゃないの。得意じゃないから行くんでしょ。ゲーム返して。宿題やったら親は変のことは怖がるです。ほらちゃんと言えない。セレニティ大声出してなんだ。パパ回廊中響き渡ってるぞ。エンディミオン様がちゃんと言わないからですわ。偉大な王は細かいこと言わないの。料理には細かいけどな。まだビーフシチューできませんの。ルーがな。ルーなんてママに作らせればいいじゃない。死にたいのか。いい？私は女王としてやらなければならないことがたくさんあるの。この宇宙は決して平和ではないのよ。いつかあなたにもそれが分かる時が来る。立派な女王になるためにはたくさんのことを知っておかなければね。そのため今のお勉強なのよ。ママ勉強できたの？ラブレターは全部ひらがなだったな。キング私と同じじゃない。もうラブレターなんて書いてんのか。ひらがなが得意ってこと。そんなこと威張らないの。ママと同じでしょ。だから勉強するんでしょ。謝らんのは高校目です。ほらまたちゃんと言えない。もうママなんて大嫌い。待ちなさい。よせ。好きにさせろ。私の子供です。半分は私の子だ。うんってなんだその笑いは。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコピョコって早く言ってみて。え早く。いいよ聞いてろ。カエルピョコミピョコピョコ合わせてピョコミピョコピョコ。遺伝子ね。もう待ちなさい。よかった。せーの。親バカガメこけたら子バカガメマコカガメヒモカコケコケ。結構難しいな。キングキング。暑いんだけど、なんかよ、好きなんです。何言ってんの。家はお客様の安全を見守るのが好きなんです。キャプテン。は、それでは良い船旅を。なんかおかしいんだよな、この船。靴磨くな。ごめんなさい。なになに、この踊り、天丼食べてアルマゲドーン。何寝ぼけてんだよ。お目覚め。
寝てた？ぐっすり。東京出てから6時間寝っぱなしよ。夢か。天丼の夢か。違うの、いっぱいの山。エビ天の山か。違う、宝石の山。宝石の山？夢で宝石の山を見つけるの。ルビー、エメラルド、サファイア、もういっぱいの宝石。すごいじゃない。まさ夢かもね。本当？ほんまですって。向かうかぐや島は伝説の島。伝説の島に眠る伝説の宝石ルビー、サファイア、エメラルド。もうすぐ魔性の宝石に見えられる。本当？そんなにいいかよ宝石が。そりゃマモちゃんがいいわよ。でも女って、女って。愛は尊いわ、宝石よりも。言ってるだけなら買い買い。だけど目の前にルビー、イタヤ、サファイア、ぶら下げられたら心はグラグラ。いや絶対宝石に飛びつくわ。あんた愛を捨てても。愛も欲しいけど宝石もいい。両方手に入れてハッピーハッピー。そんな人生を探す旅がこれよ。ついて回るのよ、ロマンスとジュエリー。だから指輪が愛の誓いの証。そうかそうだったのか。そうですよ、宝石は愛の証。はい、宝石は愛のパワー。星の贈り物。身につけてると幸運をもたらしてくれる。本当ですか？ほんまですって。さあ、ゴンツヨさん、見つけてください。やった。私の誕生石サファイア、グルナブルーが頭に効くのよ。お守りにするならタコイズ。身につけてると頼れるボディガード。10月はオパール、小さな宇宙。いろんな色にしめいて燃えてゆく。私の誕生石もちろん真珠。愛と正義の月の涙だよ。宝石の王様ダイヤモンド。海の水泣いた愛は儚い。僕と私の炎の鐘の闇に輝いて迷いを導く。サファイア、ターコイズ、オパール、パールダイヤモンド、赤マリン、ガーネット、ペリドット。石のパワーはそれぞれ素敵。何でもいいわ、宝石ならね。つけて祈れば願いが叶う。何でも欲しい宝石ならばガンガン掘ろう。宝石の島、かぐや島。わかった、でもみんなちょっと聞いてくれ。ねえ、かぐや島の宝石だけど。そんなにいっぱいあんの？ある。行ったことあるんですか？ある、5000年前。え、そんな昔？いや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 、そんな昔、月のお姫様と地球の王子様が恋をしはった。どっかで聞いたな。うん、かぐや島っていうのはかぐや姫伝説の発祥の地なんですわ。かぐや姫ってあの？遠い昔、月のお姫様は地球王国の財政危機を救うため、その身を王子に捧げる決意をした。王子、私は深夜に一つずつ宝石の卵を産みます。しかし決して私の寝室を覗いてはいけません。約束できますか？姫、そんなたやすいことなら。姫はその晩からせっせと宝石の卵を産み続けます。ひふみよいつむうななや心と、それを打って地球王国の財政は立て直っていきました。しかし、どないして宝石なんか産みはるんやろう。喉元過ぎれば暑さ忘れる。王子はその現場が見たくて見たくて、どうしてもたまらんようになりました。10日過ぎ20日過ぎ、百八坪のの金が頭を駆け巡る。ゴーン、もう
画面ないない見たの。じゃあ姫誘拐はのか。お身に島とある姫はさっとリアル走りつけギリッと中円舞い上がる。はっ王子お恨み申し上げまする。腹に腹にと散っていく姫の濡れ場色の黒髪が地に落ちればそこから二重愛と叫び乱れる。まっガガーヒボタン、あれよあれよと言いまでそれは五色の宝石の卵へと変わるではありませぬか。しまった、宝石の卵と命より大切な姫の黒髪だったか。天寺へ行きます。私は天寺へ。哀れつるつるになった姫は涙にむせびしそう言い残すと空の彼方へと消えてゆくのでありました。お姫様、つるっぱげのまま戻らないの。戻りまへん。かわいそう。以上、鶴の恩返しでした。鶴鶴の恩返しだね。その後、一人無情の風吹く夜に残された王子は庭に散った無数の宝石を姫の形見と思い宮殿の奥深くにしまうと、それ以降誰の目にも触れさせなかったそうな。そうな。その宮殿があった場所こそこれから皆さんが行くかぐや島のどっか。そうか、そうだったのか。なげねえだろ。何やろ、ぐちゃぐちゃと。いや、よく作りはった。お気に。コンダクターさん、その島の地図がこれだよ。なんであなただけ持ってんの。地図のコピーはなんぼでもあります。あたしにちょうだい。あたしにちょうだい。なんかできすぎですよね。こうやってイミテーションの宝石つかませてカラーとかグラムいくらかで買わせるんじゃないか。詐欺？多分。大丈夫、彼宝石鑑定士だから。じゃあ島のガイダンスを始めますからメインルームに集まってください。はい。私たちも一山当てに来たの。さあ行きましょう。クッキー焼いてきたよ。ほんと？サンドイッチ残ってるよ。さすが美ちゃん、もうお腹すかすか。頭すかすか。何よ。もうマモちゃん何ぐずってんの。宝石の場所わかんなくなっちゃうよ。早く早く。天寺行け、天寺へ。なあ、本当に宝石あんのか。そんなわけねえだろ。でもさっきのツルツルの恩返し聞いてるとさ、なんだか本当に思えてくるよな。うん、敵はいいチームワークだ。私たちもお話作ろうか。いや、話作るよりも話前に進めんだよ。早く降りてこい。分かったよ。行くぞ。フォーメーション、レイ。よしよし、ドゥ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 ゴー。ドゥドゥ、あいつらのうち誰が銀髄章を持っているのか。いい感じ。そのために銀髄章を出さざるを得ない状況を作る。前に進んでるぞ。でもあんな能天気な連中の中にさ、本当に銀髄章を持っているやつなんているのか。それは言える。前に進んでない。ルフメロ様、もうすぐ我らの領域ルーフトライアングルに入るぞ。しかし誰が銀髄章の持ち主かわからないのです。だから変身させるのだ。は？誰か一人がプリンセスムーン、よいか、島に上陸させれば奴ら一味の思うツボだ。島が彼女たちのパワーを封じ込める前に銀髄章を奪い取れ。はっ、我ら5000年の悲願のために。5000年の間にどれほど育ったのか。暗黒髄章、ダークプラズマ、貴様の思い通りにはさせん。今がチャンス。雲が集まれ、波を散るのだ。風よ暴れろ、海よ逆まけ。
戦士セーラーマース、愛とビバーの戦士セーラーヴィーナス、愛と勇気の戦士セーラージュピター、内部太陽系セーラー戦士サトウ、マースフレイムスナイパーシェブリンサトの船乗りのお話じゃあるまいし、海でオイターする怪獣たちはこのセーラームーンが月に変わって、お食器をムーンスパイラルハーッアタック、もっと海に帰りなさい。ハートを見つけたぞ。誰？このルーフトライアングルの主、ルーフメロ。探したぞプリンセスムーン。その銀髄章もらった。危ない。不思議の仮面様、銀髄章貴様らには渡さん。貴様面白い、来たれ稲妻海を逆巻く。ダークプラズマ逆巻く波、荒れ狂う嵐は戦の前の雄たけびだ。我らコアトルの星の名にかけて銀髄章奪う。空も海も覆す嵐を恨み込めて、ここぞと絶対起こしてやる。我らのやり方で邪魔はさせぬ、何としても今すぐにこの嵐飲み込むほどのさらなる大波、巻き起こし島に運ぶ船を。プリンセスムーンを早く海に引き込んでおしまい。早く、船が島に持って行かれる。ダークプラズマンめ、だが銀髄章は渡さないからね。必ずバイトするさ、眠れる仲間たちのためにも必ず。それにしても変な嵐だったね。ほんまや。あれ船や。こっちには何か。あれはなんだ。どかしら。この島は無人島なのに人だよ。やっぱり人を見るのは何百年ぶりだろう。悪い人それともいい人。
風がないでる。綺麗な夕日。私たち助かったんだ。大丈夫？あいって。体中ボロボロ。たく。あの嵐は一体何だったの？みんな、怪我は？怪我よりもこの姿。変身が解けてる。どういうこと？私たちのパワーが封じ込められてるみたい。そんな。この場所には何かとんでもない秘密がありそうね。まあ、とにかくみんな無事でよかった。ねえ、一人足りない？分かってる。ウサギだ！助けて、怖いよ。ウサギちゃん、何やってんの？さっき自分でつけたんだろ。岩陰から見てたんだ。ひどいよ、マモちゃん。岩の間に倒れてた僕を踏んづけてったのは君だろ。え、大きなナマコかと思った。もう帰る。どこに？だからこんなツアー来たくなかったんだ。いやー、やばでした。うわー、よかった。リリーさん、お待ちしておりました。かぐや姉妹、ようこそ。おばあかぐや姉妹。そういう趣味はない。はい、それじゃあ宝探し試合を始めます。チーム組んでください。はい、 IQ 3匹ゲット。ゲット、ゲット、ゲット、ゲット。はい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 、宝石を先に見つけたチームはその時点でこの花火を上げます。ちょっとキャプテン、 SOS は打ちました。そういう問題じゃ。マモちゃん、切り替え切り替え、せっかくの夏休み。さあ出発。ひとまずこれで安心。それにしても予期しないあの嵐。誰かが仕組んだに違いないんやが。他にも銀髄師を狙ってる者がいるということか。油断したらあかんで。やっとこの島に戻ってこれたんや。ああ、やっとね。この空気、懐かしい。どないしてんねやろ。気の遠くなるような長い時間。もう、おらへんやろな。決して忘れたことはない。悲しいあの出来事、時は流れて五千年、待っていたこの日を、望み捨てずに来たけれど、確かめるも怖い。
初めてや。何しに来たんだろう。特別うるさい人たちだね。ホトちゃうか、映るかな。気ぃつけんとな。でもないよ。そうだよね、海から来るわけないもんね。でもそっちもないよ。そうだよね、お空から来るんだもんね。お空から。ちょい待ち、なんや、音がする。行っちゃダメだよ、いたすかもしれないよ。エモちゃん、こっち。ちゃん、アホや、撃てる。真っ暗だね。先行ける？結構広くなってるみたい。マモちゃん、さっきはごめんね、踏んづけちゃったりして。こんなところでなんだよ。暗くて、またやるかもしれない。だったらもう帰らないか。やだ、宝石見つかるまで絶対帰らない。こんな洞窟にないって。レイちゃん、やっぱあんたにかける、この際。ダウジングか。でもこんなとこで霊感使っていいのか。みなこチームには IQ300 の天才アミちゃんがついてんのよ。どんな手使うかわかんないじゃない。だけどな。あ、動いてる。微妙なエネルギー。大丈夫だ。出たね。もう驚かすから一本どっか行っちゃったじゃない。こうなったら収穫ね。すごい集中力。他に使えよ。意地でも向こうのチームに負けるわけにはいかないの。刹那チームは目じゃないわ。怖いのは美奈子の宝石に対する蛇のような執念よ。言える。コブラ対マングースだな。はっ、何この匂い。さあ、もういいだろ。なんだかさっきから気味が悪いんだ。それどころじゃないの。ルビーにエメラルド、この青いのはブルーサファイア。やったね。とにかく外に出るぞ。あ、マモちゃん、これあげなきゃ。うん、マモちゃん待ってよ。マモちゃん、これでミナコの鼻を沸かせる。カタミの宝石どないしょ。取り返すしかないよ。なんでこうなる生き方するんですか。誰が見てるかわからないでしょ。ここは無人島だろ。ウサギちゃんたちがどっかで見張ってに決まってんの。なぜ。あなたを取ったからよ。はい、いい？私たちは IQ の合計400の天才チームよ。私たち3人で合計いくつなんですか。それは400-300でしょ。残り3人で100か。もう話したくありません。何なの。アミちゃん、そんな力あったっけ。私も前に進めないの。美奈子ちゃん、何詐欺チームの仕業ね。アトラクションの主役。アトラクションがあるの。はい、後ほど。やったー。
そんな、うさぎちゃんチームかしら。そんなバナナウサギの後頭部どこ行った。待ってよ、みなこちゃん。何言ってんだよ。洞窟を見つけたな。いかがいたしましょう。神殿までは分かるまい。ですが、あそこはラビリン、容易に奥までは入れん。ブラズマンたちは神殿に誘うつもりでしょうか。うん、一人ずつ生け捕りにする作戦は変更だ。今夜のうちに型をつけるぞ。はっ。待ってよ、マモちゃん。レイちゃんは？みんなに知らせるって花火あげに丘の方へ。本当に女性は宝石が好きなんだな。なんでだろう。身近な星なのかな。かもしれない。宝石ってこの地球が誕生した時にできたんでしょ。だったらこの星の子供の結晶だから女性が大切に思うのか。でも男性にとっちゃどうかな。僕にとっちゃ君の方が大切だ。マモちゃん、君がいなけりゃこの夜に僕は見えない。え？輝く君の瞳は宝石よりまばゆい。その目で見つめられたら世界中イチコロさ。それって愛してる、同じ意味よね。うっとりしてくるのよ、褒められると。 Why don't you kiss me baby, come to me, love you only you.僕を映し出す月の輝きさ。宝石だって霞むよ、君の魅力の前じゃ。でっかいダイヤモンドさえただの引き立て役さ。あるでしょ。まあエッチ。でも宝石は裏切らないわよ。どういう意味だ。あ、大きな流星。ナイスタイミング。さっちゃん、流星が多い年って病気が流行るって知ってた。流星っていうより彗星が来る年は流行病が多いのは事実ね。黒死病より古くはないけど、飛行機がない時代、例えば1918年のスペイン風邪の流行の時も、アメリカのボストンとインドのボンベイのような遠く離れた場所で同時に病気が発生したかと思うと、ジョリエットという町から61キロしか離れていないシカゴに病気が伝わるまで1ヶ月もかかってるの。どういうこと。つまり感染ルートがわからないの。だからある天文学者は、彗星から吹き出たものが地球の大気圏に落下して、それが雨のように各地に降って流行を引き起こしたとしか考えようがないって言ってるわけ。彗星が悪魔の星と言われるのはそういう理由もあるの。あくまでも仮説だけどね。ハレー彗星なんかは昔から世界中で凶悪の星の代表みたく言われてるよな。病気は人から人へ伝染したんじゃなくて天空から降ってくるってわけだ。ふーん、怖いね。あ、でっかい病原菌。
何言ってんだ。すごいね。どうしたんだ。何しに来たの。また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 突然のチビウサよ。帰れと言われてもダメよ。帰らない。今度という今度は紛れ頭きた。絶対本気で家出してきたんだ。あたしお母さんのいないところじゃなくちゃ子供は楽しく暮らせない。勉強しろ、お返事しろ、歯磨きで笑いガミガミ。なんで20世紀に来たんだ。マモちゃん、今の音聞いてなかったの。家でした。スモールレディア。夏休み。夏休みだからこそ勉強するんだぞ。じゃあみんなこそここで何やってんのよ。誰よ、宝石見つけたの。チビウサちゃん。はい。どうしてここに。はい。何その格好。さあ渡してもらおうか。これアトラクションの衣装。アトラクションか。新しく渡せ。この武器よくできてるわ。ジャカシア。くっさー。悪いわよ。それなりに一生懸命やってるんだから。お手。やっ、出ました、アトラクションのバス。本物みたい。シェーラ、あなたはルーフェオ。用があるのはオンリーユ。人数証もらった。渡すもんか。ハルカさん、力で封印されてるままじゃ。おとなしく渡せばよし。おとなしく渡さずともよし。くそ、こんな時に変身できなばただの小娘。ヘレ、逃げるのよ。私はレアルビー、この身に血を秘めた彗星のレッド。この一振りで暗黒を切る。いや、私はビルハエメラルド、この身に海を秘めた彗星のグリーン。この一振りで真空を切る。いや、私はジルパサファイア、この身に酔いを秘めた彗星のブルー。この一振りで静寂を切る。で、レイジャー、このツアーみんな嘘よ。変身させないためにわざわざこの島まで連れてきたの。お前たちは一体宇宙の果てより5000年の時を経て舞い戻ってきた我ら水星コアドルの化身銀髄将。お前たちに私はしないぞ。何、5000年待ち望んだのは我らも同じ。ならば力ずくで奪ってみせる。どうしよう。とにかく逃げるんだ。そこまでだ。誰だ。千億の空を越え銀河を巡るスペースナイト。
は私に任せ、早く逃げろ。青き地球の平和を乱す無慈悲な殺生許さない、何億光年離れていてもこの目のセンサーに狂いなし、タイマンスペース預かってトゥースペースエンタイム I do justice 手前が手な散らす魔性の者どもよ、もはやこれまで You shall lose the way。 お前も銀髄師を狙うものか、それとも海賊玉の一味か、どちらもノーだ。では何が目的だ。 I do justice。 Time and space大丈夫か。あ、うん、女の身で無茶はしないことだ。いや、その紋章はアルトカ帝国の印。貴様何者だ。この音はダークプラズマ様が太陽系に入られたぞ。しまった、太陽の裏からやってくると言われる大彗星か。どこに行った金水晶。渡すのか。お待ちなさい。蛍ちゃん。違うわ。何の星たちを傷つけるつもりですか。ふざけ、我らは天狗の滅ぼし。たび繰り返せばわかるのですか、憎しみは永遠に不毛であると、明白ことはできぬ、今や地球は目前に掴み取れるほどの距離にあり、目指すものはあただ一つ、銀髄症。
セスムーン。天は破滅と引き換えに何も望みはいたしません。どうしてここに。プリンセスムーンがどうしてあの時のままに。ザコを相手に何をしている。申し訳ございません。何のために小娘らをあの島に。銀髄将のパワーを解放させるために。ならば。しかし思わぬ邪魔が。言い訳などやめろ。ですがかぐや島に打ち込んだ暗黒髄将は地球に満ちた自然破壊を栄養に思わぬ成長を遂げています。それも計算のうち。もしや。黙れ。今一度思い返せあの屈辱を。掴みかけた勝利の前に予期せぬ邪魔が立ちはだかり積年の夢ついえたあの日のことを。あれから五千年闇の旅路を耐え忍びここに再び迎えた悲願成就の時。一つの思い暗黒の我が夢実際なび心を乱した白きカンバセあの日自らを投げ出し傷つきながら地球を救った月のプリンセスよ。コアトルの夢砕いた憎き敵なのに。あっどうすることのできない忘れられないプリンセスムーン。なぜだ、なぜ今地球に彼女が。よく似た別の人か。いや、この目が見まごうはずはない。あれはプリンセスムーン。焦がれ続けた我が女神。Thank you.
私の島が呆れるわ。お腹すいたな。うちだったら今頃トーストにスクランブルエッグ、トマトジュースに青菜汁、この際青菜汁でも何でもいいよ。その辺の葉っぱ食べられるかな。大丈夫？うん、顔色悪いよ。ちょっと熱っぽいだけ。心配しないで。何してんの？気が狂ったの？こういう究極の状況下ではよく見られる精神衝動ね。いかん、幻覚か。アミちゃん、蜃気楼が見える。蜃気楼って匂いがするの？え、みんな深呼吸をして。食べてみた方が。怖いのってパッと気づくと砂だったりするのよね。そうそう、一揚げた葉っぱだったりして。あなたキツネ。アミちゃん、クラジに死ねるか。ウサギちゃん、今日のお魚さんソロコンビだ。ダンゴンコンビの皆さん嬉しいか。波乗り子猫ちゃん、こんにちは。大丈夫大丈夫、よろしく。申し上げます、拾いました、置いてありました。ウサが食べても死にませんでした。マモちゃん、誰が敵が塩を送るとも思えないし。どうだっていいじゃない、今非常事態なんだよ。いちいちこだわってないで、何でも食べて元気つけて力合わせてお家帰らなきゃ。そうね、変身できないままじゃどうしようもないしね。さあ、そうと決まれば体力つけて私を守って。時々セーラー戦士であることに疑問を感じる。お家へ帰ったら考えましょう。時々外部太陽系に疑問を感じる。にゃーにゃーにゃー。あー、子猫だ、かわいい。にゃーにゃーにゃー。なんか欲しがってるみたい。お腹が空いてんじゃないの。にゃー、捨て猫だな。ぶー、どうしてこんなところに。にゃーにゃー。何か必死に訴えてるみたい。言うはずないでしょ。でもこの子猫たちが泣いてるのは3人だけ。そんなことよりお腹もいっぱいになったんだし、もう少し島の偵察をしましょう。向こうの丘を調べた、あとは岬の方だ。滝を集めてくる。オッケー。私たちは昨日の廃屋に行ってみましょう。何も覚えてないの？あそこに行けば思い出すかも。私に任せて。私、アミちゃん、さっきから熱があるみたいなの。どこか落ち着いて休める場所を探さない。とりあえず廃屋に行きましょう。あそこなら少し休むには。よし、夕方にはここに集合だ。オッケー、じゃあ解散。どうしたの？ホタルちゃん貧血みたい。早くに急いで、日差しも防げる。アミちゃんも。私は無理しない。そう、しっかり休んで。じゃあとにかく解散。行こう。大丈夫？行ってくるわね。気をつけてね。一緒に行こう。ここにいる。何膨れてんの？私の言うことなんてちっとも信じてくれないじゃない。寝言に付き合ってる暇はないの。大人ってみんなそう。先に行ってるね。あなた、みんなに迷惑かけて。どこが？何その態度。あ、ここはちびうさに残ってもらって、もしかの時の連絡係やってもらおう。そうやっていつも味方する。じゃあ頼んだぞ。うん、うさ、行くぞ。嫌な大人はいないよ。ねえ、宝石を返してってどうして？言葉わかるの？なんとなく。きっと子供には見えないものが見えて、聞こえない声が聞こえるんだ。パパが言ってた。パパってなんや？一番好きな人。わだたびみたいな
もの。あんま考えんとき熱出るで、ほんま。ねえ、どうしてこんな無人島にいるの？わからない。うちらずっとここで暮らしてんねん。何千年も昔から。何千年って？待ってんねん。お母さん。お母さん？いつか迎えに来てくれるの。コンが言ってた。コンって？私たちの守り神、光り輝くお姫さんや、この島のことや昔のこと何でも知ってる。でもお母ちゃんのことは嘘や。迎えになんか来えへん。そんなことない。必ず来るわ。来えへん来えへん。きっとうちゃんのこと嫌いなんや。嫌いなんじゃない、自分勝手なんだよ。自分勝手？大人はみんなそう。そや。特にお母さんなんてそう。自分勝手で子供のことなんか何も考えちゃいない。そうなの？じゃなかったらとっくに迎えに来てるでしょ。そやそや。きっと3時のケーキなんかいっぱい食べてダイエットのことなんて忘れているように、あなたたちのことなんかケロケロって忘れてる。そうかな。そこまで言わんときよ。いや、はっきり言おう。今から1000年経ってもお母さん尻尾しない。1000年後もずっと子供のことなんてわからない。差し入れありがとうございます。お腹が空くと暴れるからな。
きっといらしてると思いました。スモールエリーを放っておかれる方ではありませんもの。それより大変な事態に巻き込まれたな。ええ、セーラー戦士としての力が封じ込められてしまって。キング、水星コアドについて何かご存知ありませんか？月の古い暗黒文書によると、確か地球暦 BC3000 年に太陽の裏側から現れた巨大彗星があった。昼は太陽の光に隠れて見えませんのね。気づいた時には間近に来ているということか。地球と太陽の距離は地球と月の距離の400倍、太陽の直径は月の400倍ということは知ってるな。つまり太陽と月と地球は偶然に今の位置にあったということではない。地球をかばうためある時月が動いた、いや地球が動いたのかもしれない。それが BC3000 年。巨大彗星は水星と金星の間にある小惑星をコッパみじんに吹き飛ばし、太陽系に大きな災いをもたらしたという。私が知ってるのはそこまでだ。だが一つだけ気になることがある。気になる？その彗星の核はある水晶でできていた。水晶？ダークマター、全ての物質から光を奪い取る暗黒水晶。どうしたんだ？これはスモールレリーの。まさか昨日の連中が。の戦いの後からずっとああなんだ。独り言言ったりため息をついたり、よほどショックを受けたご様子。申し訳ございません。お前たちか。お許しください。またもや金水晶を奪うことができず。いかがなされました？胸が痛みますか？痛みはない。ただただ苦しいのだ。こうもやもやして。あ、それは禁眼です。バカにしてんのか？いえ。あ、今度はどんな？こう何かが焼けるような。夕焼けです。かーかーかー。今度はどんな？こう何かが突き刺さったような。セラセラ痛みますか？ムンムン痛みますか？セラセラムンムン。セラムーン。ムーンスマイラルハートアタック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 。もういいよ、お前たちどっか行っちゃうよ。とにかくお薬をお持ちします。そんなんじゃ治んないよ。体の傷ならどんなにいいか。仲間はいるけれど、我が身を守るのは結局自分自身だと。それが初めてあの人に争いの弾みで一度だけ熱く残る。
初めての苦しい気持ち、もう心にはあの人だけ。あれは、私はこちらを探す。僕は洞窟を、何が気になるんです。私はひとまずウサギたちに知らせてくれ。はい、じゃあ例の廃屋で。どこが奴らの隠れ家だ。暗黒文書に手がかりが。お前は貴様、この時代のものではないな。いいところであった。よくも昨夜は邪魔をしたな。スモールレディはどこだ。あのガキはプリンセスムーンをおびき出す大事なおとり。どこまでも汚い奴らだ。今のは暗黒クリスタル。とどめだ、ドラゴンバレット。この弾丸は。ルーベア様、何事ですか。貴様は昨夜の。待て、娘よ、スモールレディを返すんだ。娘、あいつらに囚われた。卑怯な。お前たち、弾丸の匂いは分かるな。気配を消して後を追え。はっ。薬草です。恥ずかしいときは顔を隠しください。こうやって、こうやって、うん、早く行っちゃえよ。ほう、危ないところだった。礼を言う。昨日の借りは返したよ。そういうことだな。少し休め、必ず居場所は突き止める。君たちは何者なんだ。敵なのか味方なのか。さあ、未来への道を断たれた。よければ教えてくれ。一体ここで何が起ころうとしている。こちらから問う。あなたは敵なの、味方なの。 I do justice。 正義が何になる。そんなものあのコアトルの前では無意味だ。全てが破壊される。人も海も陸もこの星の全てが。コアトルの目的は何だ。地球にとって変わること。バカな。そのバカなことを5000年前にも仕掛けたんだ。その紋章、君は。ルーフ・メロ。5000年前この地を襲った大洪水によって滅亡した地球帝国、アルトカ最後のプリンセス。
は街中ならみんなといれば何でも OK 勉強できても喧嘩強くてもここじゃ意味ねえや。手がかりは？何か連絡はあったか？守さんからもないの？どうしちゃったんだろう。もうこんな時間だよ。落ち着いて、キングがきっと。え？おい、レイちゃん、どうしたの？みんなさっきから熱があったんだ。もうこんな時に。こんな時だから我慢してたんだろ。ごめん。大丈夫、もう一度探しに。うん、無理しないで。おかしいわね、私も寒気が止まらない。せつなさん、夏風邪だと思うけど、こう一度にみんながかかるっていうのは何か悪い。日頃の体力がないからだよ。そうね、今度は洞窟のあたりを探してみよう。わかった。私も。こういう時リーダーは動くもんじゃない。それに熱がないのはあなただけよ。なんで？日頃の体力があるからよ。行くぞ。頼んだわね、みちるさん。せつなさん、体に黒い発疹が。蛍ちゃんにも。気づいてるわ、おそらくみんなにも。やだ、何この黒いあざ。私も。虫刺されだね。そう、きっとアレルギー起こしたんだわ。なんだかみちるさんも顔色悪かった。うさぎちゃん、虫刺されない？黒い斑点みたいな。うん、全然。また何か話しかけてるみたいだ。レイちゃん、にゃーにゃー。これにゃー。宝石を返せってスモールエディが言ったことは本当だったのね。違う、昨日の人。私はコン、魂のコン。コン、今このサターンの実をかじっていますか。私はあのコアトルによって滅ぼされた小惑星たちの思いの結晶です。そういえば彗星が一段と大きくなってる。宝石を返してくれてありがとう。あたしフッキー、ミック、うちはクック。猫ちゃんの言葉は分かるの私だけ。その子たちは島に捨てられた子猫に姿を変えていたのです。人間にいじめられないようにこの子たちは自分たちの力だけで生き延びてきました。5000年。5000年。やっぱりおらへんよな。5000年、あまり長すぎた。けど一度も忘れたことはない。これも定めか。恨んで恨みきれない定め。あの時あの子たちと一緒に死ぬべきだった。何泣き言言うとんねん。生きて生きて生き延びとったら必ず会える言うたはあんたやないか。しかし何のために生きながらえてきたんだ。私たちはダークプラズマン様に。ユタラカン、うちら三人アホやねん。アホは諦めへん、諦めつけへん。ルビー、うちの子かってきっとアホや。アホやさかい泥飲んでもスナック打ても生きてる。ルビー、諦めへん。うちは諦めきれん。お母ちゃんや、今お母ちゃんの声が。何言ってんの、聞こえへんかったか。聞こえないよ。そんなことあらへん。せつなさん、ハミちゃん、みなこちゃん、大丈夫？これは暗黒病や。神殿の裏に入って銀の呼吸を飲ませるのです。
早く。どこに行くの？神殿、洞窟の奥や。そこに薬草が生えてる。待って。レイちゃん、一人では行かせない。金獣将が捕らえたこの星はどうなる。私たちはあなたを守るためにいるの。すぐ忘れる。行きましょう、一緒に。うん。5000年前、ここはアルトカ宮殿の一部でした。コアトルが来る前兆にたくさんの流星群が降り注ぎ、それから間もなくです、民の間に見慣れぬ病気が流行りだしたのは。黒死病？いえ、発熱して青黒い斑点ができると2日以内に吐血して死にます。最初は黒死病、ペストだと思いましたが、それは違った。何だったんだ？選択です。銀髄症の持ち主はその病気にはかからない。生き残ったもの、それがプリンセスムーンだと分かるためのね。人はそれを暗黒病と呼びました。暗黒病？それによって何万のアルトカ人が死に絶えました。ここが無人島なのは今でもそのウイルスが残っているからです。それで暗黒髄症の行方は？彗星が去った時に消えたのか？まだどこかにあるのか？この下に。何？この地下に今も神殿が残っています。そうか、アルトカの神殿には太陽系の秩序を司る水晶があったという。粉々に散りました。残り少ないサーベルジュンの弾丸はそのかけらで作ったものです。なぜ水晶は砕けた？それでしか暗黒病は治らなかった。王族の血を絶やすわけにはいかぬ。太陽系の秩序より自分たちの生存を取ったか。しかしなぜ、なぜプリンセスムーンはこの地球に逃れたのです？あの方さえ来なければアルトカは滅びずに済んだ。いや、ダークプラズマンはこの地球を狙わなかった。答えてください。未来の月の王よ。死に絶えた全人類に代わって私はプリンセスムーンを憎む。銀髄症とは何だ？人は死に、また生まれる。星は滅び、また誕生する。その順番は誰にもわからない。ただ一つだけ言えることは、銀髄症がなければ宇宙の星たちの命は再生しないということだ。アルトカの民は滅びた。しかし今の人類がその血を引いていないとなぜ言える？プリンセスムーンがこの地球に逃れたのではない。銀髄将がこの星を選んだのだ。すべての惑星の命と引き換えに銀髄将がこの地球を救ったのだ。いけない、コアトルが。ついに帰ってきたぞ、青い宝石のごとき惑星、私の地球へ。神殿はどこだ？いけない、神殿の隅には暗黒髄将が。うなれ。3つの暗黒髄将が打ち込まれているのです。我が化身暗黒プラズマよ。なんだこの大気は。おかしい、彗星が見えないわ。見えなくても存在を感じる。無理をしないで。彼女たちの前では見せらんないな。
すごい熱。君もな。私はあなたが行くならどこまでもついていくわ。僕らは困った時の戦士だからな。あれはおそらく全ての光を飲み込む星、暗黒彗星だ。死ぬかな。行くぞ。二人にだけ格好はつけさせないということみたい。行こう、みんなで。どこなんだここは。誰だ、誰がいるのか。誰もいないか。完全に迷ったな。さっきの子猫。猫って知って鳴くんだっけ。こっち。こっちって確か人間の言葉だよな。大阪弁に聞こえる。ダメだ、僕はついに狂った。うるさい、黙ってこい。はい。何をしている、
ダークプラズマン様が降臨なされたぞ。分かっております。一人チビを捕らえた。そいつはどうやら暗黒病にはかからん。まさかプリンセスムーンに縁のあるものかもしれん。切り札に使うのだ。誰だ。バレちゃしょうがない。なんでそっちから出てきちゃったもんはしょうがない。ザコが。ザコだと思うのか。本当に思うのか。本当か。くどい。そちらのお兄さんも出てきたらどうや。チビウサを返せ。同じデルンでも2枚目は違うな。もう一度出ようか。すごい。くどい。面倒だ。まとめてやれ。せやチビは助けたぞ。なに。マゴちゃん。チビウサだからザコって言っていいのかって念をしたんだよ。時間稼ぎ。わかった。ザチビを助けたら長居は無用。行くぞ。何をクズどもに手間取っておる。ダークプラズマ様。やはりザコはザコだったな。何。ザコは死んだって。海に帰るだけだ。いや目障りだ。消滅しろ。待て。ルーメロン様。お前は確か。そうだ、お前に滅ぼされたアルトカの士族。そうか、貴様砕けたアルトカの水晶を飲んだな。そうだ、お前に復讐するため死ぬことをやめた。ルフメロ。5000年前、野鳥宇宙の法則を破壊するためこうして神殿の四隅に暗黒随章を打ち込んだのです。よくここまで育ってくれたものよ。だが一つ足りない。最後の一つを打ち込もうとした時、プリンセスムーンが宙に舞い上がりました。そうだ、あいつがこの地球の軌道を変えたのだ。それで地球と彗星の間に月が入った。あの小娘め、それでコアトルと地球を救った気持ちでおる。その話を残したのが暗黒文書だが違うぞ。あの時四つ目はすでに放たれておる。何。バラバラになりこの神殿に打ち込めなかっただけだが今度は違う。よくも同じことを。貴様に言える資格があるか。民を死なせてアルトカの水晶を飲んで生きながらえている貴様に。ふざけるな。ルーフメロー様はこの日のために水晶を飲まれたのだ。一人でいることがどれだけ辛いことか、お前にわかるか。5000年の孤独、今終わらせてやろう。ダメ。うざ。詐欺。あなたの野望今から聞いたよ。どうしてここに。子猫ちゃんたちから教わったの。ダークプラズマ銀髄章あなたなんかに渡すもんですか。変身もできぬまま死ぬつもりか。死ぬことなんか怖くない。知れ者めが。我がプラズマを跳ね返すとは。私は30世紀のキング。パパ。キングエリオン様。貴様に宇宙の土を渡そう。今までのはほんの挨拶だ。これこそが暗黒随章の核だ。ドラゴンボレット。最後の弾丸が。こんなアルトカ随章のかけら我がコアには届きもせぬわ。死に損ないの銃を奪い取れ。そうはさせるか。彼らはこのサーベル銃を守るために作られたアンドロイド。まさか封印を解く鍵と。さっさと奪い取らんか。やろう。ジャンプ。ダークメドラ。この根元に最後の暗黒随章が打ち込まれたら今度こそ地球は滅びてしまう。そんな。プラズマシャーク。プラズマドームに消え伏せろ。お前たち、プリンセス、しっかりするんだ。すみません、もうお守りできなくて。サーペン、メロン様、あなたのぬくもりがこの人工の皮膚にも伝わります。ケル、必ずや眠っているアルトカの民を蘇らせて。
暗黒人将が。五千年の孤独に終止符を打つ。ルフメロ、分かってます。暗黒人将を封印する鍵はこの王家に残されたサーベルジュ、これを祭壇に入れれば。死に気か。王家の血を絶やさぬことよりもっと大切なものがこの世にはあった。よせルフメロ。これでやっと民たちと同じ眠りにつける。今この地球に暮らす人々を救うことであなたの住む未来までこの地球を守っていけるなら聞け、ダークプラズマ。私はアルトカ最後の戦士。ルフメロ、最後まで邪魔をしよって。貴様許さん。もはやこの地球はコアトルのもの。時空の歪みにでも消え失せろ。待て、しまった、封印が。ゼロプラスフォーレースアウ。これ以上無理よ、待てないわ。なんということか。ならばタキシードラスムーズ。お兄さんにも薬草をあげたよ。ありがとう。こっちへ来るのよ。すぐ治るよ。分かったからこっちに来て。動けない、動けへんのや。愚か者、神殿の暗黒随所を封印したつもりか。こちらにはまだ種が残っておる。まさか打ち損なった四つ目の暗黒随所の種、よく残っていたものよ。セラム、子猫たちをやらなければ地球は滅びるぞ。やめて。あなたの手は汚さない。パパ、貴様たち、ダークプラズマン様、一つ質問があります。その子たちはダークプラズマン様
何をぐずぐずしている。早くそやつらの胸を引き裂け。水晶の種を取り出すのだ。これはうちのルビーや。うちのエメラルド。私が持たせたサファイア。やはりこの子たちは私たちの、うん、あなたミックなの？クック、フック。どんなに抱きしめたい、そればかり。離れていても、いつも心にお前がいたから、愛してたから。私たちの種は後でゆっくり取り出してやる。こいつらを片付けてからな。さあ行け。我らの野望を果たすのだ。野望？もういらへん。何？返して、返してよ。血迷ったかビルハ。血迷ってんのはどっちよ。あの子たちだって元はあなた様の分身でしょ。彗星のダスト。元はただのゴミだ。ゴミ？水星のゴミはあんたや！愚か者！許せない。あなたは何を求めて星になる気？何？あなたになんか星になる資格なんてない！なぜだ、その強さは。この強さこそ銀髄師匠の持ち主の証。なぜだ、なぜ私が選ばれん。弱いからさ。何？弱さゆえに心がない。優しさがない。だから愛がない。ふざけるな。一人で宇宙をさまよわなければならない彗星の思い、お前たちなどに分かってたまるか。分かるさ。今は太陽系に一つだけ輝くこの地球、この星だって一人ぼっちだ。一人ぼっちだから精一杯輝く。会えるかもしれない全ての星たちに向かって。運命にもてあそばれたことのないお前たち、
暗黒の中で一人叫び続けたことがあるか。誰も答えない。いくら泣き叫んでも誰も答えない真の闇。私は憎む。私を見捨てたこの宇宙の宝塔。ならなんであなたは子猫たちを見捨てたの。そうよ、あなたと同じことをされてもあの子たちは生きてた。ずっと希望を忘れずに。それはまだ絶望を知らぬからだ。真の闇はその心の中にある。我が胸の中の子はよ、今解放してやる。私がここにいる限り水星コアトルの軌道は変えられん。もはやこれまで。地球の破滅はもう間近だ。セラム、どうする。このまま地球が滅びるのを見るか。それが嫌ならこの私に銀髄章を渡せ。どうさせるか。キング、タキシード、ラスモーキンボンバー、暗黒城のス銀の焦げだ。鏡に抜けたライトのように憎しみはやがて自分に跳ね返る。愛する時に勝ち負けはない。優しさが弱さに見えたっていい。So believe in love, 信じてみよう。 And believe in love, この瞬間を同じ時代を生きてることを。同じ星空仰ぎ見ながら、 So believe in love、 信じてみよう。 And believe in love、 その瞬間を同じ時代を生きてることを。今だ。求め合う人にがつながって。
彗星が去っていく。破壊しなかったんだな。あの彗星だって仲間だもん。5000年また宇宙を巡ってきても、やっぱりここには戦いも希望も生も死も喜びも悲しみも、きっとまた全てがここにある。その全てがこの宇宙だもん。コアトル、あなたも希望と未来を捨てないで。信じて、希望がある限り私たちの星は輝き続ける。私たちは何度でもやり直せる。コアトル、銀髄章の本当の力ちゃんと見るんだよ。I said